とりあえずね、もう一回やり直します。はい。まあ、今週はね、なんていうのかな、ちょっと忙しくて動画1本しか上げられてなかったんだけども、すいませんでしたということで。はい、ね、まずね、マリエがヤフーニュースでしたから、まあね、久しぶりに1年ぶりに上がりましたね。はい。うん。マリエって知ってる？しんくん。知ってます。うん。僕はね、マリエのお姉ちゃんと友達なのよ。はい、はい、うん。それで、まあ、それでね、まあ、お姉ちゃんがね、昔、カルティエというお店でね、働いてたのね。六本木の、まあ、俺の友達のお店なんだけど、それで、なんていうのかな。まあ、当時のマリエは、お姉ちゃんどこに遊びに来てたわけ、はいはい、うん、で、まあ、当時のマリエちゃんはね、ものすごくお金がなかったんで、はい、かなり俺たかられましたね。なんかマックのポテト、そうそうそう、おごれおごれって。なんかマックのポテト好きなんだあいつ。何サイズおごったんですか。いや L だよ。あ、じゃあ L じゃない、 M だ、 M、 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 うん、普通のやつ。まあそのくらいはね、怒りますよ。今でも怒りますよ。で、あとね、マリ、そうそうそう。あとね、マリエのお姉ちゃんがね、カルティエの後、パサってお店に行ったんだ。はいはい。うん、で、それキャバクラですか？いや、クラブ。あ、クラブです、うん。はいはい。高級クラブね。まあ、高級って言ってもまあ、はい、中堅どころかな、六本木では。まあ、老舗ではあるけど。はい。はい、うん、このパシャの、まあ、店長の和田さんって俺友達なんだけど、まあこの、まあね、お姉ちゃんが働いてる時に、その文春のデスクの鈴木データが、はい、ストーカーまがいのことやったんだ。はいはい。でそれはじいさんに作ったんで、きっちり大笑いしてて、はい、何を作ったんですか。ん、いや、リュータがマリエの姉ちゃんのことストーカーしてたの。言ったんですか。言った。何て書いてきたんですか。大爆笑してた。まあ、やつが当時炎上してる時だ。ああ、うん、きっちり作るから。もう俺はあいつにムカついてるから、今後一切週刊文春にネタは提供しないって決めてるんで。金では動きませんから。身長とかには提供するんですか。身長はもう仲いいよ今。あ、相棒がいるじゃん。あ、そうですね、うん、はい、この間もハスミンちゃん出してあげたじゃない、身長に。はい、はい、うん、だからちゃんと身長は仕事できるからやります。身長法はかませますから、いつでも、はい、あとな、フライデーがな、またな、俺喧嘩っていうか日打っちゃってるからフライデーは使えねえって感じ。うん、まだフラッシュの方がイケイケだけど、俺の担当がもう飛んじゃったけど、まあ隣にいる YouTuber のエンタメちゃんが元フラッシュなんで、とりあえずまだ生きてるかなって感じですね、かろうじて。 あ、そうだ、でもフラッシュは一人知り合いたんだ、仲良くなって。うん、まあ例の正岡くんに紹介してるからね。ちゃんと仕事はしてますよ、私は。あ、2人の声が聞こえないって、マジか。ちょっとすいません、声が聞こえない方、入り直してください、すいません。うん、個人名を言っちゃうとね、あれなんで。いや、でも、すごいっすね。まさかなんかマリエのお姉さんと仲がいいって。ああ、だって俺姉ちゃんって知らなかったんだよ最初。あ、そうなんですか。うん、でテレビに、あいつがマリエがテレビに出始めて、で後で教えてもらったの姉ちゃんから。あ、そうなんですか。うん、
まあね、姉ちゃんもね、かなりマリエのコネでね、指名取ってたんで。そう。特にメイン客が、ながらプロダクションの、まあ、亡くなっちゃったながら会長。恩寺のドンね。ながら潤さんね。何のドン？恩寺教のドン。ながら潤さん。あ、そうなんですか。ここがメイン客。で、俺もながら会長、マリエの姉ちゃんに紹介してもらって、それで氷川きよしとかと仲良くなったのよ。氷川きよしって演歌？演歌の。まあ、ながら潤さんは演歌系だから、ながらプロダクションって、高裁堂ながらプロダクションって、かなり大きいから。あ、はい、うん。そこら辺はね、まあ、恩寺教のプロ、まあ、小木会長が一応ドンって言われてたけど、人望は長谷会長が一番だったかな。うん、長谷潤さん。俺もかなりご賞になったんで、長谷潤さんには頭がありませんっていう形ですね。そうそうそう。まあ、あと、ジャンポケのサイト、これまとめ終わってないから、まだ記事読んでないんだけどね。はい、不倫したらしいね。なんかそうらしいですね。謝罪はしたっぽいですけど。まあでもね、子供のこと考えると謝ってその問題じゃなくなっちゃうからね。だって芸能人ってもう取られるものだから。そうですね、うん。不倫すれば書かれるものだから。うん、書く方が悪いっていうやついる、うん、いるかもしれないけど、これだけずっと長い間スキャンダルという歴史を繰り返してるわけだから、はい、やっぱりバレちゃう、絶対バレるから不倫っていうのは。そうですね。だってあれですもんね、うん、普通矢口とかベッキーもバレましたもんね、普通に。まあベッキーはな、あ、ごめん、ベッキーも前科あるんだよな、実は。らしいですよね、うん、これは俺がちょろっと書いたんだけど、ベッキーも前科ありますからね、不倫の。あれでも、あれ、矢口はあれなんですか？普通にあれ、旦那がリークしたんですよね。旦那。旦那がパワハラしたんですか？それとも矢口がパワハラしたんですか？違う違う。パワハラじゃなくて浮気しただけだよ。浮気しただけですよね。うん、ただ、ほら、やっぱりね、自分が、矢口の場合は自分がさ、ロケに行ってる間にさ、男連れ込まれたら、それはムカつくよ。やっぱ夫婦の寝室に連れ込むのは、それ、不倫するにしてもルール違反だから。うん。それは絶対やっちゃいけないことだから。だからあれが一番衝撃だったんですよね。そんなんあるんや。帰ってきちゃったからね。旦那が帰ってきて。まあ、事実は小説よりきなりって言うけど、もう本当に2チャンネルの不倫スレに書いてあることと全く同じことが起こっちゃったわけだから。うん。で、まあ大体でも不倫はね、新頃、密告。ああ。うん。密告なの、ね、やっぱりね、売れっ子の人にはやっぱりね、面白く思ってないやついっぱいいるから。ああ。うん、ほぼほぼリーク。こういうスクープっていうのは 90% リークね。あれ、芸能人側がリークする？そう、大体芸能人側がリーク。すっぱ抜きっていうのはほぼほぼない。だから私、結構スクープ取ってるんだけど、俺の場合はスクープというフライングって言った方が早いから。そうそう、他が出す前に出しちゃうからフライングなんだよね。あ、うん、正確にはスクープじゃないの、フライングだから、うん、まあ俺も大したことないけどね、たまたま見ちゃったっていうのが多いよ、俺は、うん、たまたま見ちゃった。まあそんな感じかな。で、じゃあ最後にクリスティのキャバビル、場所わかんねえ。場所がわかんねえ。とりあえず来週相棒に聞いてみるけど、結構俺も最近六本木ロケハンしてるんだよね、そのパパラッチライブに向けて。
はい、ただその場所が分かんないんだよね。彼女曰く工事中だったっていうけど、そんなに新築って見当たんないんだよね。あの特にあのビル一軒キャバクラっていう話だけど、まだ多分できてないんじゃないかな。うん、クリスティンウェルはね、うん、まだできてないと思う、はい、そのビルに芸能人とか入れるんですか？多分だから俺が聞いてたのはこのクリスティンのキャバのママにアスカキララがなるっていう噂だけど、アスカキララだって自分でやってんだっけ今。自分でやってるわけじゃなくて、あれだってほら雇われだから。あ、まあまあまあ、うん、誰だっけ、あいつ名前が出てこない、誰だっけあれ、篠田麻里子と AKS の久保田だ。あ、そうです、うん、AKS の久保田にお金出してもらってただけだからね、雇われだから。あ、うん、あ、でも俺は久保田を裏切ってクリスティンに行くと思うよ。あ、久保田金ないですか、ね、うん、特にクリスティンはね、今ほらちょっとね、G3 関チームがちょっと崩壊しちゃってるから、かなり調子こいてると思うから、そのうち尻尾出すと思う。うん、だから俺待ってんだよ、尻尾出すの。網は張ってあるから。でもなんか逮捕された後からなんかみんななんか台湾の行ってますみたいになって、インスタストーリーとか出たりしてます。インスタでも動いてるからね。はい、インスタ動いてるから逮捕はされてないはず。ああ、うん、あと、あれ、なんか DJ ソーダって分かります？なんか。ああ、ソーダちゃんね。はい。まあ、炎上してたね。はい。まあ、で、なんか。まあね、触られたって騒いでたらしいけど、はい、うん。つうか、いくら炎上目的にしろ、女性の胸触っちゃダメでしょ。あ、そう。普通に考えて。女性の胸を触ってはもう当然ダメ。いくらね、まあね、隣国人とは言っても、まあね、隣国のこと面白くない人とこと思ってる人は多いと思うけど、それでも女性の胸は触っちゃダメ。ダメですね。うん、分別ある大人だったら普通は触らないから。ないです、うん、当たり前です。触ったらおかしいでしょ。うん、そうです、ね、うん、で、まあ。でも、アスカキララが余計な一言また言って。だアスカキララは天然だから、アホだから。いや、あれ、でも普通言いませんよ。でも何にも考えてないからね。あ、本当ですか。目の前の金のことしか考えてないから、この彼女。まあ全部が全部悪いわけじゃないよ。いいとこだってあるわけだよ。分かります、うん、特にあのマスカッツのね、リーダーやってた頃は若い子の弁当代とかほぼほぼ自腹切ってたわけだから、うん、うん、いいとこだってあるわけ。そうです、分かりました、ね、うん、でも俺はお友達にはなりたくないね。分かります、それは分かります、うん、まあアスカキララはやっぱり、うん、今貯金だったら三上洋の方が持ってるんですか？持ってると思う。まあちょっと三上洋、まあこの話ばっかりするのはあれだから、ちょっと三上洋の話はこの辺にしとこう。うん。そうだね。あとなかったっけ？ないですね。何かあります？今週はちょっとニュース少なかったね。もう広末涼子も飽きたし。ジャニーズもな、まあ、なんかあればやるけど、うん、はい、まあ、田村淳があのジャニーズの炎上の目的でちょっと乗っかってきてたけど、淳が、はい、
今更っていうか、いや、お前も知ってたじゃんって話じゃん。芸能界にいれば芸の話なんか知ってたわけでしょ。知ってます。今頃何言ってんのって話だから。まあ、そうでしょ、うん、今頃乗っかってくんじゃねえよって話だから、遅えよって話だから。うん、まあ、あのジャニーズはなんかすれば俺は叩きます。ただあのタッキーも悪いけど叩くから、両方叩くから、うん、ああカルト、カルト、特に平野紫耀君とかもカルトだからね。あの、うん、無自覚とはいえ、あのタッキーのその事務所に入オーディションで行ったとしたら、今度ゲイじゃなくて創価学会にあの勧誘される可能性が出てくるから。あ、創価学会に入らなかったら売りませんっていう可能性はあるわけだからね。否定はできないから。まあまあ、だからあの一応タッキーの方も叩きますということで。そうだね、今週はちょっと短めで、終わらせます。ちょっとなんか、はい、あとなんかあったっけ、なんかあったっけな、いろいろやろうと思ってたんだけどね、全然できてないんだよね、企画が。まあ、パパラッチライブのロケハンはちらほらやってるけど、ちょっと俺もなんか肩が痛いんだよね最近。ああ、うん、ちょっとね、また体調が万全でないのと、やっぱり暑いのでね、ここで無理してやっちゃうとすぐ俺脱水症状起こしちゃうから、糖尿病なんで。だまあ無理せずに少しずつやっていきます。はい、まあそんなところかな。じゃあ今週の配信はこんなところで、ちょっと短いけどね、終了します、はい、うん、まあ芸能はね、こんなもんかな。まあ最後に一つ、あの政治ネタだけども、もう俺はしがらみなくなったんで、リミッターは解除したから、はい、うん、はい、もう遠慮するものは誰にもなくなったから、はい、しがらみはなくなったから、政治的にはね、うん、はい、結構ね、かなり自由にやっていくと思うけれども。あ、カモフラちゃんこっち来た。まあね、パパラッチライブ始めるにあたってね、ちょっと少しずつ準備してるんで、体調、もうちょっと涼しくなってからね、少しずつやっていきます。はい、それでは、今週の配信は終了とさせていただきます。ご来店の皆様、どうもありがとうございました。はい、じゃあまたね、YouTube の方のチャンネル登録の方お願いいたします。はい、それでは、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。